はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、別所エマです。本日なんですが、オルターガイスト久しぶりに組んできました。新規来たんでね、たくさん、新しいね、モンスターはいくつか来ておりまして、オルターガイストのね、何が強くなったかと、新規で展開力がバカほど上がってまして、なんかオルターガイストってもともとね、わらデッキだったんで、そんなに展開力があるデッキではなかったんですよね。一応そのトラップカードを構えて相手の妨害をしていくっていうわなびテーマだったんですけども、マルエスプっていうモンスターと、まあ、あとそれから新規ちょっと今回採用してないんですけども、このペリネトレーターっていうモンスターが来てまして、こいつらがねすごい展開力を上げてくれるんですよ。これオルターガイストマルエスプは要するにポプルスですね。ドロー以外の方法で手札に加わった場合に手札から特殊ができるという効果と、あと、召喚特殊が成功した場合に墓地のオルタガイスト特殊ができる、効果は一応無効になっているよみたいな感じの、効果になっていて、このマルディスプを要はこの、メルシークとか、あと、マルチフェイカーとかから持ってきたり特殊化したりして、まあ、盤面を伸ばしていくと。でそうすると、まあ、リンクがかなり伸びるようになってまして、リンク値が新しいねリンクモンスターのこのアドミニアっていうモンスターを結構出せるようになってます。でアドミニアは、リンク召喚に成功した場合にデッキからオルターガイストトラップカードをセットできるということで、まあ、オルターガイストプロトコルプロトコルのプとなんかオルターが混ざった、プロトコルとか、あとこのマテリアリゼーションとか、まあこれもオルターガイストホーネットロックとかもこの辺のカードをセットすることができますよという効果ですね。そして、持って側で存在する限り自分相手のメインフェーズに自分のフィールドのカードこれを墓地送って相手の効果モンスターパクるという効果もあるんですね。だからしかもそいつがオルタガイソになるということで、相手のモンスターを除去というか、まあ、あのコントロールダッシュの効果もあってフリーチェーンでこれめちゃくちゃ強いリンク用になってます。だからこのアドミニアを出していくことを、まあ、最大の目標に、一応ねしてるんですけども、構築結構オルタガイソでいろいろあって、なんかその展開型オルタガイソみたいなデッキもあるんですよね。で今回はそのバランス型とか中間型というかにしてまして、これなんでかっていうと、やっぱ展開型にするとやっぱ G が重いんですね。増殖する G がなんか G あんま効かなかった、そんなには効かなかったデッキだった、マルチペイカーには効くけど あんま効かなかったデッキだったのになんか結構効くようになっちゃうんで、まあ、バランス型にして一応マリオネッタとプロトコルとかでも戦っていけるようなあの感じの構築にしてます。で一応手札誘発はある程度採用できているのと、あとねこれですね、キッコー勝負がやっぱマリオネッタとかと相性が非常に、良くて、キッコー勝負ぶち込んだ後にマリオネッタ特殊召喚捨てるとかもできますし、あと単純にこのキッコー勝負っていうカード今結構通るんですよね。スネークアイとかレスキューエースとかラクインとかって魔法トラップ無効ってあんま構えられないんですよね。まあ、レスキューエースはちょっとラドン型にするといけると思うんですけど、やっぱり、ね、ラドン型そんな流行ってなくて、なんか今だとやっぱリンク型なんで基本的には、なんでこのキッコー勝負っていうカードがめちゃくちゃ通るから今回ちょっと3000しました。はい、これでまくった試合めちゃくちゃ多くて、ちょっと成功体験感がすごいですね。はい、なんでちょっと、まあ、ここで、諸説あるんで、まあ、ここ好きなカードに変えてもらってもいいとは思うんですけど、テイクダイファースとか普通に、ね、ニビルとかにしてもらっても全然いいと思うんですけど、僕はちょっとこの環境だからっていうのもあって、キッコー勝負、まあ、先行はちょっと使えないですけどね、後手からまくできるのにキッコー勝負ガン詰めしていますということをですね、はい、早速ね、このね、展開力バカ上がりした、オルタガイストのパワー見せていきたいと思います。デュエルスタンバイ。めちゃくちゃ久しぶりに使ってんなこのデッキ、すげえ久しぶりだわマジで、めちゃくちゃ久しぶり、まあ、いつぶりだろうな、これいつ動画にしたんだろう、ちょっともう覚えてないわ、まあ、5億年前ぐらいに動画した気がする、まあ、とりあえずちょっとプロトコルはセットしといた方がいいですね。マリオネッタからのプロトコル、これさ、だあれだね、やっぱメルシーク入りができないと、ちょっと展開伸びないなっていうね、感じだよね。なかなか、まあ、スモールワールドとかね、入れる、構築もあるんですけど、はい、まあ、スモーは入れて、メルシークに必ずアクセスするみたいな、ワンフォーワンとかね、あの辺のカードが強いですね。まあ、ちょっと今回は、まあ、手札誘発とかのバランスもいろいろ考えて、まあ、僕はスモールワールドなしでこのマリオネッタとかから普通にセットして動いていくこともできるように一応組んではいるんですけど、第8からか、召喚権使ってるよな、これ第8からだとちょっと弱そうじゃね、なんかプロトコル打ってんじゃんこれ、プロトコル打ってよくて、でこれちょっと待って、一応増地打ったわけね、これガンマありそうなんだよな、ワンチャン相手手札
トップドローあるよな。トップドローある。トップドローガンマの可能性考えて、一応第8を爆破しながら増地だけ打っときます。はい、 OK でからの、トラップカード発動したんでマルチフェイカー特殊が OK 通る。よし、ガンマないか。ここま、ね、オルターガイストってマジでうざいのは、そのあなんかあるな、あシグリか、強いな。あでもこれ無効にありませんよ、無効にありません、プロトコルあるんでオルターガイストの強いとこ出た、オルターガイストこれが強いとこ出た。マルミス、なんか大丈夫じゃねえ、これなんかシルキタス出す必要あったから、だから大丈夫じゃねえ、展開伸ばしていけそういけそういけそうじゃねえ、これ甘いかな、なんかいけそうな気がするんだよね、展開伸ばしとこう。まあ、本当あ選択にね、シルキタスは一応バウンスがあるんですけど、多分これ増人通ってるからね、多分大丈夫なんだよね、さすがに。これ相手あ強いね、相手あれだろうな、うざいだろうな、普通になんかプロトコルは なんで無効なのよと思ってたのね。プロトコルっていうカードがありまして、オルタガイストの発動したこと無効されないんですよ一切で。春うららでビッグベン系は一応無効、召喚権は使ってるから、多分こっから展開伸ばすのかなりむずいっしょ相手のデッキ。あガイアブースターあんのか、なるほど、ガイアブースターある、なるほどね。鳥獣今どうなんだろうな、なんか手札誘発あんまりないから先行取ったら勝てそうだけどね、もうかなり。レスキュースとかってなんかあんま手札誘発入んないんだよね。まあインパルスとかは入るけど、インパルスが実質手札誘発だからね、あのデッキ。鳥獣無視はめちゃくちゃ強そうですけどね、手札誘発飛んでこない環境だったらね絶対展開取るからねさあ相手どうすんだこれ、なんか長えな、くるくるしてんの、ぐるぐる長い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 、どうした長あバグースか、なるほど。でもさ、これ待って、これバグースかさ、これプロトコルかあんま効かないんじゃねえのこれ。スキルドレイン、はい、スキルドレインもちなみにね、自分だけ動けるんで、オロタガイスはプロトコルがあれば、ね、これさバグースかってさ、フィールドのモンスター守備になって守備表示モンスターが発動した効果無効化されるっていう効果なんだけど、発動できないではないから発動はできんじゃん。で発動さえしちゃえばプロトコルの効果で、効果無効にはならないんだよね。 Y のモンスター、 Y 賞のモンスター、ちょっとさ、ちょっと待って、マルチフェイカーでいいか。でちょプークエリ使いますかね。プークエリは手札からリンクスターにできるよみたいな効果ありまして、ヘクスティア出します。ヘクスティアで召喚ムービーなんだっけこれ、このデッキで。プークエリもうなんか召喚ムービー誰にあるかもうもはや忘れたわ。でプークエリ召喚よりも先にあれか、プライムバンシーの方がいい、ね、でプライムバンシー出す。はい、墓地を送られた、ヘクステル効果、オルタガイストカードをサーチ。まだ召喚権使ってないない問題あるよね。これオルターガイストメルシューク持ってきて、はい。で、メルシーク召喚。こっからはあれです。展開型オルターガイストの強みをお見せします。はい。展開型オルターガイスト、オルターガイストプライムバンシーの効果。フィールドの、オルターガイストモンスターをリリースして、デッキからオルターガイストを特殊召喚ができる。これはマルチフェイカーの方がいいね。でマルチフェイカーを特殊召喚、あ趣味なのか。で、マルチフェイカーの特殊召喚成功時の効果を発動 と、メルシークの効果を発動、これも、両方とも無効になりません。うららも効きません強なんでこれ俺だけこんな展開してんの。相手バグースか出してるんやで、そんなことある、こんな展開バグースかさ、その横で立てられてこんな展開できるデッキ他にないだろ。ほらマルミスも特殊召喚じゃボケが、ほらなんならバグースもできるけどな。パクるわ、バグースかドヤ顔で出してっけど相手、はい。
で、マルイスプの効果も発動して自分の墓地から、マルチフェイカー、いや、こっちでいいか、特殊召喚して、おら、モンスター並びまくりで、おら、おら、すげえ、めちゃくちゃ並んでる、バカほど並んでる。で、アドミニアを出しに行きます。アドミニアはちなみにリンクスアイに、あ、リンク召喚に成功した場合にデッキから、オルターガイストトラップカードを、セットできるよという効果がありまして、で、プライムバーシュの効果は、自分の墓地からオルターガイストを回収できるという効果ですね。まあ、一応マルチフェイカーを回収して、まあ、毎回マルチフェイカー出すみたいな動きをしていけばいいんじゃないでしょうか。でアドミニアの効果によってこれはですね、マテリアリゼーションを持ってきまして、でプライムバッシュの効果で回収されます。で、アドミニアの効果、フィールドのカードを墓地に送ることによって相手のモンスターをパクって、でパクったモンスターがオルターガイストになります。はい、でこれはオルターガイストです。はい、これ泥酔魔獣オルターガイストです。あ、じゃあオルターガイスト魔獣バグースカです。はい、オルターガイスト魔獣バグースカで、フィールドのモンスターをサクって、自分の墓地から、オルタガイストモンスターを特殊召喚するという効果が一応、マリオネッタにはありまして、でこれでリンクを伸ばしていく。はいはい、うーい、はいはい、あ、ちょ、ヘクステはね、ちなみにリンク先のモンスターの打点分上がるという効果ありますね。はい、バトルフェーズです。バグースがミリも刺さんなくてマジで強い。やばい、何このデッキ、おもろ。これさすがに動画が決定だな。これハンド、まあまあいけそうやな。このハンド割と強いぞ。理想ハンドと言ってもいい。高校ではな、拮抗勝負が効くデッキであれ。マジ拮抗勝負強いと思うな今。結構やっぱレスキューエースとかにも、まあまあ、ラドン型じゃなければ多分ぶち込めるし、魔法タイプ向こうないんだよね、あのデッキ。だ結構強いと思うし、まだ、あ、楽園とかにもね強いしね、スネークアンにも結構効くと思います。だ魔法トラップカード向こうが今意外と用意できないデッキが多いかもな。ゴリゴリにさ、無効系死ぬほどさ用意してくる。まあ、超獣武者とかはちょっときついけどね。超獣武者はなんか G とか通んないとさすがに今日きついかなって感じがするけど、まあ、G 通ります。じゃあここをゲームに参加させてもらえませんか。ゲーム参加券いただけませんか。いただけなさそうだなこれ。あ、財宝狩り、あ、これいただけるかもしれない。これ財宝狩りってことは、財宝狩りってことはこれいただける可能性あるぞ。いただき女子の可能、いただき男子か、これいただき男子の可能性ある。これ来た、リアベルスター OK。 リアベルスター回収はまあ別にどうでもいいわ。でこれ特殊召喚されて1枚ドローして、まあ多分まあ、G 通ってるからね、多分あれじゃない、神殿発展エンドなんじゃん。これ貫通してくんのかな、ちょっとわかんないけど、貫通してくるんなら貫通してくるで別にいいや。先行アンケルされなければ大丈夫。スネークアイは拮抗勝負多分大丈夫だと思う。まあ、ジェットシンクロンとか入ってる方だとちょっとバロネスが出てきちゃうパターンがあるけどね。まあ金券で6枚めくって無限法要持ってきて、無限法要を、バロネスとかに打って拮抗勝負ぶち込んでいけば、まあ大体大丈夫なんじゃないかなと思いますけどね。さあ、ジャガン神殿の効果によって多分なんか置いて、多分これでストップだよな、多分な、スネークアイ。あー、多分これで止まってくれるな。オッケーオッケー、まあまあ全然オッケー。キッコ勝負しこもう。神聖とかないだろあれ。オルタガイストプロトコル来た、いいね。ゴーストプロトコル来た。ミッションインポッシブルゴーストプロトコル、マジで神映画だから、マジで見た方がいい。みんな全員、全人類見た方がいい。はい、メインフェーズ終了しまーす。ダメージじゃない、バトルフェーズ終了します。拮抗勝負発動します。カードを1枚までお願いします。カードを1枚だけ残して、あと全部除外してください。よーし、拮抗した。よし、勝負はめっちゃ拮抗したぞ。これで勝負拮抗したって言ってるのやばいよな。でオルターガイストメルシーク召喚効果発動し、効果じゃない、リンクリボーンにしたいです。増殖する G です。てかプークレイあるから、あれか、これヘクステでもいいのか。これちなみに、G 打たれても全然大丈夫で止まります。金券で、6枚、めくって、一応、なんかマルチフェイカーとか持ってきたいね。言うてね、このデッキね、あの、わらびなんで基本的には、基本ムーブが。G はちゃんと止まれるっていうのが、まあ、割といいところではある。マルウィスプ、あ、マルチフェイカー来た。
スプーフィング141無限、あ、無限法要もあるか。あのデッキ無限法要も結構効くんだよな。いやまあでもさすがになんかマルチフェイカーの方がオルターガイストレッキャンだからな無限法要ここでサーチしてるようではあれだよな。はいはい。でオルターガイストプロトコルをセットして、でエンドですね。やったことないけど多分金券でさ、これマルイスプさ、あの持ってきても多分マルイスプ読書ができるよな、これな。多分ドローじゃねえもんな金券は。めくって1枚手札に加えたから、多分これあのマルイスプ金券でめくってもこの手札加わりますね。 あとさ、読書できますね。いやこれエクセルは無効でいいんじゃない。これエクセルさ、もう3枚相手使ったからさ、これ多分破壊しちゃったらもうエクセルいねえんだよな相手デッキの中に。ってことはつまりこれ貫通される恐れもあんまなくて、まあちょっとオークとか出てくる可能性あるけど、この後ディアベレスはサーチしたよね相手ね。で一応メルシークの効果発動します。でさらにトラップカードが発動したんでマルチペイカーが出てきます。でかこれ増字打ちますか、打ちませんね。増字はないで、マルチペイカーからのメルシーク、マリュウィスプサーチで、マルチペイカー効果発動。あれ残したってことはさ、多分さなんか妨害なんだよね多分。あれ拮抗勝負以外、拮抗勝負で除外されたくないカードってことは多分妨害じゃん多分。無限法要とかだよね、墓穴とか多分。法要だったらマジで打ってほしい、マジで。これプロトコルあるとオルターガイストのモンスターの効果無効になんないですよマジで。ちょ、打て敵強むな、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 打て無限法要来い、カモン来たやった無限法要打たれてこんな喜ぶできてこれ以外ある。よしシュバカめ、聞かれんだよ無限法要は。プロトコルのテキスト読みなプロトコルのテキストを読むことだなバカタレが。しゃ神で来た結構やっぱみんなオルターガイスト忘れてんのか、なんか初見なのか知らんけど、マジでねプロトコルからのねオルターガイストにウララとかね法要打ってくれる人めちゃくちゃ多いんだよね。ディアベルスター、はい、手札コスト関わり日か、あなるほど。でディアベルスター効果、まあ、シルキタスで、まあ、何セットするかによるんだけど、まあ、シルキタスでこのディアベルスターを、返してあげればもう現在のスネークは打てません、コストなんで。帰れ、はい、帰れ、よし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 、神ゲー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 。あ、先行欲しかったなこれ。いや、 やっぱねメルシークがねやっぱ一番強いですね初動は。オカメブ来た、春化粧、なるほど珍しい。オカメブちゃん効果発動か。あ、ガジェットじゃん、ガジェット春化粧じゃんこれ。やべえ、なんかすげえ太鼓のデッキだなこれ。めちゃくちゃ懐かしいなそのデッキ。前かす、これなんか懐かしいっつってもなんか1年とかぐらいの前の感じがするけど、はい。いや、でも強いな普通に。ガジェット春化粧やばい、ちょっとめちゃくちゃなことされるかもしれないから。オカメブプラスガジェットはねちょっと何も持ってないんだけど俺、ちなみに誘発これすごいこと起きる可能性あるぞこれね。あ、どういうあの効果かっていうと、あのそのガジェットを特殊召喚しながら手札を補充して春化粧も補充して、なんか一生も前にモンスターが出続けるっていうコンボなんですねこれ。さあ、うん、なんかありえないほどの展開力が多分これ巻き起こってまして、でグリーンガジェットの効果でイエローガジェットを持ってきまして、でさらにまた春化粧の効果によってガジェットが特殊召喚されて、これめちゃくちゃ強いなこれ。レベル4一体何体並ぶんだよマジで。あ、リバイバイゴーレム強い、これあれだね、あのレベル4に4体並ぶね。これダランベルシアンで好きな魔法タップサーディーは強い。リバイバルゴーム採用率 0.013%、 はい、イエローガジェット 0.013% やばくない、採用されてる方なんかな。なんかそもそももうさ、今さ多分さ、あの何、アダマシアいなくなったんですよ。アダマシアいなくなったというか、ブロックドラゴンがいなくなってるんで、マスターデュエルってマジできついんですよね岩石族デッキ。ブロックドラゴンとかいうアタオカカードの
あのおかげで強かったんですけど、ブロックドラゴンおらんくなってるんで、かなり弱体化されてます。はい、デッキのパワーとしてプラネットパスファインダーやばい。なんだこれ、なんか何されてたの、なんかハルキッシュのフィールドワホみたいなやつあったよね。なんだっけな、なんか花盛りの君たちみたいなカードなんか花より団子みたいな、花盛りの君たちみたいなフィールド魔法が確かあった気がする。で、見かけ獅子の効果発動、岩石族サーチ。今度お前もうブロックドラゴンいねえぞ、このゲームは。お前いつの時代のデッキ使ってんだ、いつの時代のデッキ使ってんねん問題。リバイバルゴーレム、はい、まあそいつはもう、効果発動できませんね。一旦に一度ですもんね。はいはい、さあ未来竜王ホープくんまでは行く感じか。だるいな、竜王重いんだよな。一回効果使わせればね、なんか一応アドミニアとかでパクったりはできると思うんだけど、未来竜王パクってたらでかいな。でもパクレムーブみたいなのできねえかな。未来竜王ホープ手札6枚やば、未来竜王出てって手札6枚はやばすぎる。融合強兵だと、何エクスト、何やばい、ナチュルビースト、やばいやばいやばい、なんかやばいことしようとしてる。うわっやばっ、エクストリオちゃんやばいやばいやばい、ああ伝説のコンボきた、融合強兵ジュインコンボじゃんこれ、やばいってエクストリオやばいって、魔法トラップ使えんのきつっ、ああ拮抗勝負、魔法トラップ使えんのきつ、マジ。これでもこれでさ、ダイレクトしたところでさ、あれだもんね、未来利用って言われるだけだもんね。こうするしかないか、なんか奇跡的に通るとかないかなこれ。あ、一応通る、一応通るは通る。仲間通る、丸いリスク持ってきて、丸いリスク特殊する、で特殊召喚して、いやーこれなんか、いや起きない、なんか起きないから、なんか起きないからなんか起きないから、でも未来に思うでもナチュルエクストリオ親衛隊のちょっと未来利用がバカ重い。うわーつぶりか、待ってパクられる、いやもう手数じゃないこれ、手数じゃないね。いやダイレクトしたところでパクられて、それはそれで終わりなんだよな、これでも結局何したところで終わりだなこれ。いやー無理ゲーすぎる、マジちょっとやばい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 って、それはやばいって、ちょ魔法トラップ無効ダメなんだって、奇跡に通れ。ちょ、なんまでエクストリオマジ強いな、やばいわ、多分通してくれ一回くらい通してくれてもいいじゃん、別に抹殺とか別に大丈夫じゃんそれ、マジで気持ちよくなってるぞあいつ、くっマジでさ、このナチュエクストリオとかいうさカードの効果考えたやつマジクソすぎるだろ、同一チェーン上では発動できないって書いとけ、さすがに融合強兵ナチュルエクストリアは。でも俺も動画にしてると思います。